ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。いやー、閉店ギリギリに間に合って買ってきましたよ。ピザハットライズアップコラボピザ全種類とサラダ。はい、そうなんです。今回ですね、のライズアップがピザハットとコラボしたということで、糖質 50% オフのピザをね出したんですよ。で、ピザハットでね売ってたので買ってきたんですが、こう店舗がね限られてて、家からちょっとね離れたところの店舗まで行って買ってきました。ピザ3種類とサラダです。まあ、最近僕ちょっと体重気にしてるんですけど、これはね 50% オフだから、いっぱい食べたら太るかな。ただね、普通のピザの半分ってことだから、ちょっとね全部見ていきたいと思います。やべえ、ほらほらほら、これ持って、これ持ってやった方がいいの、こうやってじゃあ1個目開けてみましょうね。糖質 50% オフでも美味しそうなピザなのか、そして美味しいのか。1個目、せーの、ほい。うおー、これがねテリチキエッグってやつですね。で、ちょっとだけね小柄で S サイズですね。で、1080円。さあ次、2つ目、うおー、うまそう。なんかあの細い唐辛子がいっぱい乗ってんの、これほら、うまみギュッとプルコギ。さあ、そして最後がこちら。いやー、まだあったかいわ、嬉しい。おお、これが熟成ベーコンとグリル野菜。野菜が結構乗ってるな、これ。で、最後にサラダ。ほら、おお。で、ライズアップってよくで、食べちゃいけないもんとか、こうトレーナーの人から言われるって言うんですけど、結構野菜でも食べちゃいけないやつあるんですよね。あの根菜と言われてる大根とか、埋まってるやつだよね、芋類とか。だからそれを除いたサラダなのかな。おお、いいじゃん。はい、こんな感じ。なんか肉みたいなの入ってんだけど、チキンだって。これ鶏肉だ。そう、鶏肉は食べていいって言うもんね。おー、こんな感じで、なんかいい匂いするよ。ほら、チキンのいい香りがする。うん、さあ食べよう。どれも美味しそうでございます。うん、なんかね、個人的にはこれがうまそうだね。プルコギ、プルコギですね、これね。こんにちは、木下優香です。今日はね、ライズアップのピザ全種類食べます。じゃないよ。こういうアングルだよね、木下さんね。さあ、どれから行こうかな。あ、まずサラダ食べるのが大事。まあ、とは言ってもね、多分すぐお腹いっぱいになっちゃうんで、これもうね、冷蔵庫しまっといてチンしてまた残ったら食べますよ。よいしょ。まずサラダ。サラダはちょっと今日、今全部食べたいな。ドレッシングついてますね、これ。ちょっと僕もちょっと大食い系 YouTuber 目指すかな。よし、いただきます。これ全部あ、ドレッシングがイタリアンでうまそう。あ、おいしい。うん、うまいよ、これ。このサラダは780円でした。まあ安くはないけど、量はすごいたっぷり入ってますね。これだけチキンが入ってたらね、結構満足しそう。それではなんとなくね、僕が一番このおいしそうに見えるプルコギから。あ、結構ね薄い、うん、ライトな感じ。いただきます。うん、うめえ、めっちゃうまい、プルコギ。これどうやって糖質抑えてんの、これ。全然普通の美味しいピザ。生地がもうなんか違うんかな、これ。あ、やっぱり糖質 50% オフの生地を採用してるみたい。はあ、確かにね、カロリーの大半は生地だもんね、多分ね。うん、これマヨネーズ乗ってるしね。マジこれ、もう今夜の12時なんですけど、昼から何も食ってなかったんで。じゃあ次、テリチキエッグいってみよう。いただきます。うまい、これもうまい。これも結構甘いね。テリヤキチキンに味がついてて、で、卵感もなかなか良い。うん、これもマヨネーズみたいなの入ってるよ。ライズアップ本当にこれ。さあ、それでは最後、熟成ベーコンとグリル野菜いってみましょう。いただきます。ん、うん、これだけだいぶ雰囲気違う。なんかナポリタンみたいな感じするな、これ。トマトとか野菜が多くて、ちょっとケチャップっぽい雰囲気だね、トマトの感じが。うん、この中だと一番あっさりしてて、まさになんか糖質オフっぽさは出てる。
ただね、美味しいわ。うん。うん。それでは全部食べてみて、自分なりにね、ワン、ツー、スリーつけたいと思います。Today's Hikakin's Ranking! 1, 2, 3! はい、というわけで、こちらのうまみギュッとプルコギがね、一番僕は好きでした。いつも食べるピザもこういうなんか、肉が乗ったやつをよく食べてるんで。で、2位がこちら、テリチキエッグ。やっぱりね、正直1位と2位が、ダイエットっぽくなくて美味しかったからね。選びましたね。そう、マヨネーズ入ってるからね。で、サラダはね、すごく美味しかったです。まあ僕もね、こう、ダイエットしてはリバウンドして、ダイエットしてはリバウンドしてってしてるんですけど、それくらいね、食べるのって、幸せじゃないですか。っていうか、なかなかダイエットって耐えるのがきつい。でもピザ食べたいっていう人にね、これね、かなりいいと思います。まあ店舗がね、かなり限定されてしまってはいるんですが、まあもし近くにね、取り扱ってる店舗があったら、ぜひ、うまみギュッとプルコギ、ヒカキンおすすめです。このヒカキン TV、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。そして、良ければ他の動画も関連動画などからぜひご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム。いきますよ。最初はじゃんけんポン。バイ。